お帰りなさい。そしてごめんなさい、また町のために奔走させてしまって。水臭いこと言わないで、ブローニャ。それよりちょっと疲れてるみたいだけど大丈夫？大丈夫。ただ最近あまり休めていないだけ。予想外の事態が多すぎて。そうかもしれない。でも逃げるわけにはいかないから。カンパニーの行動は早い。今もベロブルグの至るところで彼らの仲間が資産評価を口実に歩き回っている。でもあなたたちが言っていた大航空以外、特に激しい衝突は起きてないの。多分トパーズさんがそう命令したからだと思う。それでも市民の恐怖心が蓄積されていくのは止められない。黒い制服を着た見知らぬ人たちがどこから来たのか、どんな目的を持っているのかわからないから、誰もが戸惑いを隠せないでいる。じゃああれから改めてトパーズと連絡は取った？うちらずっと気になってたの、彼女が提案した解決策が何なのか。ええ、だから二人の意見を聞きたくてこうして来てもらったの。これを見て。これって契約書。少し前にトパーズさんが送ってきたの。下には直筆の手紙も添えられている。先に内容を読んでから二人の意見を聞かせてほしい。ブローニャさんへ、この手紙ではこう呼ばせてください。これから私は自分のことについてお話ししたいと思います。あなたから見れば人情を身にかけたカンパニーの社員たちもそれぞれの人生の軌跡を持っています。例えば私は銀河の端にある目立たない星で生まれました。先住民以外その星の名前を知る人はほとんどいません。母星は資源に恵まれていなかった。だから住民たちは生き残るために労働力を大量に売り、他の星の委託製造に、主に化学産業や重工業に従事しなければなりませんでした。そうした中、母星の自然環境はますます劣悪になっていき、私が子供の頃から人々は呼吸用マスクを着用しなければ街を歩けなくなり、朝から晩まで胸が張り裂けるような咳が聞こえるようになりました。そうして私の故郷は終わりを迎えました。比較的裕福だった人々は惑星間移住を選べましたが、残された多くの人々は汚水や酸性雨、そしてスモッグにさらされながら、ただ絶望が訪れる日を待つことしかできませんでした。カンパニーが私の母性を訪れるまで、環境問題の改善策を携えてやってきたカンパニーはそれを提供する見返りとして惑星のすべての住民にカンパニーの社員になる、もしくは将来的になる契約にサインすることを要求しました。契約から2年が経った頃、黒い雲と霧が消え、人々はマスクを外し始めました。3年が経つと植生と樹木が再び繁茂し始め、5年が経つと一度は絶滅した多くの動物たちが生き生きとした姿で人々の前に戻ってきました。私が正式に戦略投資部の一員になったのもその頃です。故郷の変化を目の当たりにした私は、同じような経験をした銀河の多くの世界に同じような変化をもたらそうと決めました。ブローニャさん、この手紙を書いたのは
あなたに伝えたいことがあったからです。自由は確かに大切な財産ではあるけれど、現実で選択を迫られた時、それ以上に価値を与えられるものがある。生存のようにベロブルグの人々だけで星空の懐に帰るには何世代を得る必要があると思いますか。未来のすべての大守護者があなたのように慎重で解明的であると誰が保証できますか。性格のような最悪が再び訪れることはないと誰が断言できるでしょうか。私はあなたたちのために最良のプランを用意しました。この契約書にサインすればベロブルグの債務を帳消しにすることができる。またカンパニーからヤリーロ6の再建を支援するための専門チームが派遣されるでしょう。あなたにとってこれが極めて難しい選択であることは理解しています。なぜならあなたは全ベロブルグ市民の運命を背負わなければならないから。でもだからこそ私はあなたが正しい選択を下せると、あなたの民たちのためになる決断を下せると信じています。トパースの手紙かなり誠実に書かれてるね。あんたはどう思う？ええ、彼女は高い地位にいるカンパニーの使者だから誠実という武器の使い方を知っているのだと思う。いずれにしても彼女の言う通り、この選択は難しすぎる。この星の運命も抱えている文明も、過去に起きたこともこれから起こることも、全てが私の指先にかかっている。これは絶対に私一人で決断していいことじゃない。私と同じ考え、ありがとう、慰めになる。うん、そうするべきだよ。こんな重大な選択も、それに伴う結果もブローニャだけに背負わせるわけにはいかないもん。トパーズさんがくれた猶予はとても短い。多分私に早く決断してほしいんだと思う。本当は上層部と下層部の全市民に投票してもらうつもりだったけど、残された時間を考えるとそれも難しいから、今すぐクリフォト城の建造者を集めて契約締結についての話し合いを始める。市民の方は私の代わりにあなたたちに意見を聞いてきてほしい。ベロブルグでの名声が高いあなたたちが相手ならきっと本音を打ち明けてくれるはず。ベロブルグのことなんだからうちらはいいの。安心してブローニャ、トパーズは説得できなかったけど、これはちゃんとやってみせるから。ありがとう、ミツキ。私は大臣たちを召集する。また後でここで会いましょう。みんなの意見を集めるなら上層部と下層部どっちも考慮しないとだよね。よし、まずは上層部の人たちから聞いていこう。安心してブローニャ、トパーズは説得できなかったけど、これはちゃんとやってみせるから。ありがとう、ミツキ。私は大臣たちを召集する。また後でここで会いましょう。僕を濡らさないようにね。またお会い。
いしましたね。お元気でしたか？あなた浮かない顔をしていますが、どうかしたのですか？どうやら真面目な話のようですね。わかりました、聞かせてください。今の話は本当ですか？悪い冗談ではありませんよね？うちらも冗談であってほしかったけど、残念ながら全部本当のことだよ。時間がないの、ペラ。何か思うことがあれば素直に言って。このような重大な決断をこのような短い時間で。冷静に、ペラ、冷静に考えるの。考えました。私に決定権があるとしたら、カンパニーが出した条件に同意すると思います。そっか、ペラはどうしてそう思ったの？いくつかの観測結果を見たのです。現在の寒波の減退速度から考えると、街を覆う風雪が完全に収まるまで少なくとも 3,4 世代はかかるでしょう。しかしこれは何も不測の事態が起きないことを前提にした話。正直に言うと、自分の目で見届けられない未来よりも、私は今と自分の身近な人たちの方が大切なのです。もし本当にカンパニーのプランがすぐに問題を解決できるものなら、その代価を支払う価値はあると私は思います。自分の手で未来のために礎を築く、とても偉大なことに聞こえますよね。ですが、実際にこのプロジェクトに関わっている人たちにとって一体どれほどの得があるのでしょうか？そっか、ペラは漠然とした未来を望むよりも、身近な人たちにいい暮らしを送ってほしいんだ。わかった、ペラの意見を記録するね。もし本当にカンパニーのプランがすぐに問題を解決できるものなら、その代価を支払う価値はあると私は思います。自分の手で未来のために礎を築く、とても偉大なことに聞こえますよね。ですが、実際にこのプロジェクトに関わっている人たちにとって一体どれほどの得があるのでしょうか？私の意見にどれほどの価値があるかは分かりませんが、これが私の本心です。あれ？美月にあんたまで。どうしたの、こんな急に。ずいぶん堅苦しい口ぶりだね。あんたらしくない。ね、重要なことって言ってみな。一体どういう、いや、情報量多すぎるでしょう。ちょっと待って、まずは頭の整理を。時間がないの、セーバル。何か思うことがあれば素直に言って。分かった。もし私が選択しなきゃいけない立場なら、その契約書にサインするかな。え、セーバルの性格じゃ絶対同意しないと思ってたのに。そんなに意外？でも私の理由は至ってシンプルだよ。その契約書にサインすれば、これ以上生きるために悩む必要がなくなる。ここの住人の多くは、特に下層部の人たちにとってはそれだけで十分意味がある。カンパニーのために働く点については、まあ人間なら働くことは避けられない。どこで仕事をしても一緒だ。もしカンパニーの連中が私たちを虐げたりしたら、その時に反抗すればいいだけの話さ。実は私、子供の頃から星空に憧れてたんだよね。だから科学を好きになって、
性格の研究に打ち込むようになった。もし誰かにほんの少しの代価と引き換えに今すぐ夢を叶えられるって言われたら、私はためらったりしないと思う。なるほど、セーバルはそう思ってるんだ。わかった、セーバルの意見を記録するね。おお、開拓者たちじゃないか。久しぶりだな。またベロブルグに戻ってきたのか。あいにくだが、最近は城内の治安が悪化している。突然現れた黒服の連中が暴れ回っていて、シルバーメインも手が出せないんだ。ん？なんだ？俺の意見が必要なこと？それが奴らの正体だったのか。信じられん。なんと恐ろしい真実だ。大守護者様はかつてないほどのプレッシャーを感じているに違いない。あの方のためにできることはないのか。こんな、うちらは今ブローニャのためにみんなの意見を集めてるの。時間がない。あんたの意見を聞かせて。もちろん拒絶だ。絶対に妥協するわけにはいかない。あの黒服どもが威張り散らしている様子を見ただろう。あんな連中を信用しろという方が無理な話だ。契約書にサインしたところでそれが破られないと誰が保証できる。そんな脅迫には抗って抗って最後まで抗い続けるしか道はない。一秒でも屈服したら負けだ。大守護者様に知らせてくれ。絶対に敵の罠に飛び込んではならないと。ダン、さすが軍人の気構えがある。わかった。あんたの意見を記録するね。上層部の人たちの意見は聞き終わったよね。結果を見るとカンパニーとの契約を支持する意見が多いみたい。急いで下層部に向かおう。ナターシャやゼーレたちの意見が気になる。私、子供の頃から星空、他の人がどう。私、子供の頃から星空に憧れてたんだよね。だから科学を好きになって、性格の研究に打ち込むようになった。もし誰かに、ほんの少しの代価と引き換えに今すぐ夢を叶えられるって言われたら、私はためらったりしないと思う。他の人がどう思うかはわからないけど、これが私の本心だよ。そんな脅迫には抗って抗って最後まで抗い続けるしか道はない。一秒でも屈服したら負けだ。大守護者様に知らせてくれ。絶対に敵の罠に飛び込んではならないと。まだ早いし、どこかへ行く。美月ちゃんに君？下層部にいるなんて。顔がこわばってるみたいだけど何かあったの？
ずいぶん急だけど、二人がわざわざ来たのなら、きっと大事なことなんでしょうね。わかった。心して聞くわ。本当にすごい情報量ね。ごめんなさい。急いでいるのはわかるんだけど、少し考える時間をちょうだい。大丈夫だよ、ナターシャ。思ったことを素直に言ってくれればいいの。そうね。私がブローニャだったら、その契約書にはサインしないわ。確かにカンパニーから提示された内容は魅力的よ。それにもし断ったりすれば、ベロブルグは巨額の借金の返済を迫られるだけでなく、大きな勢力に狙われることになるでしょうね。それでも、学校に通っていた頃に読んだある言葉が頭に浮かぶの。自由を諦め保証を求める者は最終的に両方を失う。私は仮想部での経験を通してこの言葉を深く理解することができた。私は綺麗な鳥籠にとらわれて偽りの人生を送るくらいなら、重い岩を背負って雪原を歩く方がいいわ。ナターシャの考え方、説得力があるね。反対票が1枚増えた。答えてくれてありがとう、ナターシャ。自由を諦め保証を求める者は最終的に両方を失う。この道理をブローニャにも理解してもらえたらいいんだけど。おお、ベロブルグの救世主たちじゃないか。お前らが戻ってきたと聞いて、いつこのおじさんに会いに来てくれるかと思っていたところだ。顔色が良くないな。どうした？何か悩み事でもあるのか？ああ、あの黒服の連中と関係があるんだな。いいぞ。俺も奴らの正体が気になっていた。行ってみろ。力になれるかもしれない。ほう。これは参ったな。ブローニャはまだ若いのに、これほどのプレッシャーに耐えなければならないとは。ベロブルグの知り合いの中で一番経験豊富なのはオレグだから、オレグの考えを聞かせてほしいんだ。本当の気持ちを聞きたいか？この年になると夢にも偉業にも興味がなくなる。お前らの言うように、もしカンパニーが一夜にしてこの世界を千年前の姿に変えることができるなら、何もためらうことはない。それに逆だった場合を考えてみろ。もし断ったら次に何が起こる？再建計画でも手一杯だってのに、今度は莫大な金額の債務が明らかになった。俺たちだけで本当に耐えきれると思うか？俺が唯一心配なのはブローニャだ。自分の民からの批判に耐えられるのか？千年続くかもしれない悪名を背負う覚悟はあるのか？確かにそういう視点で考えたことはなかった。重すぎる称号だよね。とにかくオレグは賛成に一票ってことだね。意見を聞かせてくれてありがとう。この年になると夢にも偉業にも興味がなくなる。お前らの言うように、もしカンパニーが一夜にしてこの世界を千年前の姿に変えることができるなら、何もためらうことはない。だがこれはあくまで俺個人の意見だ。最後の最後はやはりブローニャの判断が重要になるだろう。
んとお姉さん、どうして戻ってきたんですか？やっほー、クララちゃん。あれ、スバローグは？お出かけ中？スバローグはトパーズというお姉さんと一緒に出かけました。え、トパーズ？どこに行ったか知ってる？クララにもよく。でもスバローグはすぐに帰ってくるって約束してくれました。どうしよう、スバローグからなら建設的な意見が聞けると思ったのに。そうだね、タンコーも前に言ってた気がする。クララちゃんは小さいけど物事の本質を見抜く力があるって。え、ミツキお姉さん、クララに何か聞きたいことでもあるんですか？複雑で重い話ですね。クララどうしたら。大丈夫だよ、クララちゃん、思ったことを素直に話して。あの、クララはもし選択の余地があるとしたら、未来の道は自分たちで決めるべきだと思います。クララとフック、それからモグラ島のみんなで一緒に遊んだ時、将来の夢について語り合ったことがあるんです。みんなの夢はそれぞれ違う風景を描いていました。でもトパーズお姉さんの条件に同意したら、その夢を実現できなくなるんじゃないでしょうか。夢を奪われる感覚はクララにはわかりませんが、想像しただけでもきっと辛いものですよね。確かに、子供の目から見ればこの世界は無限の可能性に満ちてるもんね。先の人生がここで決められちゃうなんて。うわ、ダメ、考えただけでゾッとする。ありがとう、クララちゃん、とっても重要な意見が聞けたよ。はあ、一気に遠くまで来たせいでちょっと疲れちゃった。今の集計結果はって引き分けじゃん。どうしよう、賛成の人も反対の人もそれぞれ自分なりの理由があったし、どれも合理的だったよね。そうだ、まだゼーレに聞いてなかった。今も大コークでコーフたちを助けてるのかな。ゼーレを探しに行こう。決めるべきだと思います。フック、ジュリアン、それからモグラ島のみんな、クララはみんなの夢が奪われるところを見たくありません。あら、もう戻ってきたの？新しい情報でも手に入れた？うわ、顔色が悪いわね。何かトラブルでもあったの？重要なことに私の意見が必要なの？まずいことでもあったような口ぶりね。いいわ、心の準備ならできてる。なんとなくだけど理解したわ。
またカンパニーの雑魚どもがやらかしたのかと思ったら、まさかベロブルグの存亡に関わることだとは。え？ええ、ちょっと考えさせて。今の結果は引き分けだから、ゼーレの意見が重要なの。よし、決めた。ギブアップ。え？いいえ、違うわ。これはブローニャの責任よ。同意か拒絶か、あいつの心が今どっちに傾いていたとしても、それはきっと私よりはるか先を見て、たくさんのことを考えてのものでしょうね。今の結果は引き分け、つまり私の一時的な考えがあいつの判断に影響を与えるかもしれないってこと。これは私がやるべきことじゃない。ブローニャがどの道を選んだとしても、私はあいつについていく。唯一私がしちゃいけないのは、あいつの代わりに決断を下すことよ。それがゼーレの考えなんだね。確かに今の結果を見れば、この件に対して人それぞれ違う意見を持ってることがわかる。こういう時こそリーダーの出番なのかも。ええ、だからこれはブローニャの責任だって言ったの。大丈夫、あいつは誰かに責任転嫁したり逃げたりしないわ。私はあいつを信じてる。もし何か聞かれたら、さっき私が言ったことをそのまま伝えてちょうだい。きっと分かってくれるから。結局ブローニャが決めるしかないってことか。本当にね、今のベロブルグのリーダーがブローニャでよかった。いい時間だし、そろそろブローニャに報告に行こう。大臣たちとの話し合いはどうなったかな。まだ早いし、どこかへ行く？うわ、人がいっぱい。クリフォト城ってこんな賑やかな時もあるんだ。でもなんだか少しざわついてるね。希望がない。避難することすらしない。私の言葉を歪めるな。大守護者様の決定に従う。我らをお守り。お帰りなさい。結果はどうだった？みんなの意見は？上層部と下層部を回ってたくさんの人に意見を聞いたんだけど、結果は引き分けだった。なるほど、それぞれ問題を見る立場が違うから、この結果になるのも当然かもしれない。ゼーレには聞いてくれた？なんて言ってたの？ゼーレらしい。どんな風にあなたたちと話したのかも想像できる。ブローニャの方は話し合いはまとまったの？オフィスの中が騒がしくて何も聞き取れなかった。こっちも似たような感じ。双方が自分たちの言い分を主張して意見がまとまらないの。そろそろ決断しないと。この混沌とした状況をいつまでも続けるわけにはいかない。もういい。どこまで？どうすべきか分かった。待って。大守護者様にお話があるの。あなたは姫子。姫子
子とかじゃないよね。安心して、美月ちゃん。正真正銘、本物の姫子よ。あなたが請求列車の姫子さん。ずっと会いたいと思ってたの。この前の戦いはあなたが手を貸してくれたおかげで無事に勝つことができたから。あなたが来ることを事前に知っていたら剣奏者も礼を持って迎えたはずなんだけど、今は少し特殊な状況で。詳しい説明は必要ないわ、無量にゃ。あんたの町が今前代未聞の困難に直面していることは分かってる。私がここに来たのはあんたたちに事の全貌を伝えるためなの。解決策は少し大げさかもしれないわね。あくまで追加の情報を提供するだけだから。この情報があればあんたは大守護者としてより賢明な判断を下すことができると信じてるわ。情報、分かった。あなたが知っていることを教えて、姫子さん。私の友人にたまたまトパーズさんの身の上を知っている人がいてね、故郷で起きたことを考えれば彼女にとってカンパニーに併合されることこそベロブルグの文明を存続させる唯一の方法なんでしょう。でも彼女が意図的に言及していないことが一つあるわ。それはカンパニーの条件を受け入れた全ての世界が救われたわけではないということ。それって星の生態系を再建する、これほど大きなプロジェクトには必ずリスクが伴う。友人から渡されたデータによると、カンパニーの技術支援を受けて実際に復興した星は全体の 63% にとどまっているわ。成功率は6割ってこと？ちょっと不安になる数字だね。もちろんこの統計は平均値で、トパーズさん本人が担当したプロジェクトの成功率は8割以上だった。彼女の実力は間違いなくトップクラスよ。私が伝えたかったのはこの数字と確率のこと。これらの情報を透明化してこそあんたにとって公平になると思ったの。それでも最後に選択する権利はあんたにあるわ、大守護者。分かった、ありがとう姫子さん。あなたが提供してくれた情報のおかげでこの問題の本質が見えてきた。相手がどんなに美しい未来を約束したとしても、この契約書は賭けに過ぎない。私はリーダーとしてただ星の運に任せて民たちを売る契約を結ぶわけにはいかない。決心がついたなら私も中立を装う必要はないわね。あんたの選択は正しいと思うわ、ブローニャ。請求列車のみんな、私に考えがあるの。でもそれを実現させるにはあなたたちの協力が必要になる。時間をかけて町内の市民を動員して、トパーズさんにももう一度会っておかないと。お願い、トパーズさんが今どこで何をしていたとしても、どうか彼女を見つけ出して、そしてもしカンパニーがベロブルグの資産を無理やり奪おうとしているなら、それを全力で阻止してほしい。安心して、絶対にトパーズさんを見つけてみせるから。相手は銀河で最も手強いと言える勢力だし、今回は私もこの子たちと一緒に行動するわ。ベロブルグは自分の未来を売り渡したりしない。私たちが永遠に記憶するに値するのは、危機に瀕するたびに何度も手を差し伸べてくれたあなたたち友人のことだけ。みんなどうか気をつけて。
ベットタウン。ジェパードはあそこでうちらを待ってるんだよね。またいつもの場所で冒険か。よし、行こう。まだ早いし、どこかへ行く？大守護者様から大体の事情は聞いている。僕も君たち列車組に協力してトパーズを探そう。準備ができたら声をかけてくれ。一緒にリベットタウンに入るぞ。カンパニーの人間が妨害してくるかもしれない。警戒は怠らないようにな。ここだ。こんなところにあるとは思わなかった。でもメカも兵器も見当たらないけど、この辺りにあるのは岩だけって、まさか。そうだ、兵器は岩壁の中に隠されている。なるほど、道理でどこを探しても交渉が見つからなかったわけだ。待って、さっきその兵器たちはずっとここに隠されてたって言わなかった？それってつまりヤリーロ6の剣装者がレギオンと戦った時もここにある兵器は使わなかったってこと？これらの騎兵は作られて以来一度もここを離れたことがない。700年前、カンパニーがこの星を離れてからは起動方法を知る者もいなくなった。カンパニーが残した設計図をもとに剣装者たちは模造品の騎兵を作り出した。しかしアリサランド率いる抵抗軍において主戦力となったのは生身の人間だった。なるほどね、この世界の伝説にますます興味が湧いてきた。質問をしてもいいか、トパーズ。何？大きな体をしてる割に遠慮深いんだね。いいよ、何でも聞いて。カンパニーの介入がなければこの世界は終わりへ向かう。あなたはこの結論を深く信じているのか？信じてる。ここに来る前、私は数えきれないほどの事例を調べた。そして正確に侵された世界は、最終的に滅亡の運命からは逃れられないっていう結論に達したの。請求列車の助けがあっても、表面上はうまくいっているように見えても、それは一時的な休息に過ぎない。長期にわたる危機は、往々にして繁栄の陰に潜んでおり、一般人には気づかれないものである。理解した。理解した？それで終わり？自分の見解を述べたいとは思わないの？感情指導が教えてくれた。あなたは誠実かつ正確に自分の考えを述べたと。私が確認したいのはこれだけだ。この星の未来について私はあなたと異なる意見を持っている。だが私の意見は重要ではない。なぜなら私は道具であり意思決定者ではないからだ。面白い。私の同僚たちも君のように自分を理解していたらよかったのに。行こう、カブ。下に行ってちゃんと評価しないと。トパーズはリベットタウンを離れてから行方が分からなくなった。その後彼女の部下が押し寄せてきてここを占領している。カンパニーの兵士たちの装備は優れているから彼らと正面からぶつかるのは得策じゃないわ。ジュエカンさん、何か策はある？
姫子さんの言う通りだ。だからなるべくこちらの動きを悟られないようにするため船舶騎兵を使おうと思う。船舶騎兵？詳しいことは後で説明する。とりあえず前に進もう。なるべく静かに、敵に気づかれないように。船舶騎兵の出番だ。準備はいいか？船舶騎兵を操作してカンパニーの脅威を排除するぞ。忘れるな、なるべく騎兵が敵に見つからないよう行動するんだ。そうすれば成功率も上がる。やむを得ない状況でなければこのような手は使いたくなかったんだ。シルバーメインって正直なんだね。あのタイプのロボットは見たことがあるわ。あれはカンパニーの外勤型チームリーダーよ。ああ、外見はグリズリーに似ているが、より優れた武器と健康な装甲を備えている。船舶騎兵の攻撃が奴に効くといいんだが、準備ができたら教えてくれ。準備はいいか？船舶騎兵を忘れるな、なるべく騎兵が敵に見つかる。大丈夫、もう一度やってみよう。船舶騎兵ならたくさん用意してある。準備はいいか？忘れるな。イエーイ、綺麗に片付いたね。正直これほどの威力があるとは思わなかった。うまくいって何よりだ。トパーズはこの道に沿ってリベットタウンに向かった。行きましょう。彼女を見つけてブローニャの決断を伝えなくちゃ。必要があれば飴とムチで行こう。ソンゴの意志を、気迫を示せ。スバローグ、大丈夫？トパーズとカンパニーの人に何かされてない？来たか、外から来たもの。全てのシステムは正常に機能している。カンパニーの使者とも衝突していない。それは最悪の場合だ。トパーズならこの先にいる。本来なら強制的に私を従わせることもできたが、彼女はそうしなかった。彼女はベロブルグをカンパニーに併合することこそ唯一の孫悟の道だと思っている。私は異なる意見を持っているが、現在の三力ではそれに反論するための証拠が見つからない。確率は低いが、それでもあなたたちには正面衝突を避けてほしい。確率は低い、
スワローグまでそう言うんだね。心配しないで、美月ちゃん。列車組は衝突を好まないけど、いざという時におじけづいたりもしないわ。今までずっとそうやってきたじゃない。ね？うん、姫子の言う通りだね。結果がどうであれ、うちらは自分に恥じないように行動すればいい。がここに来たのは何かを探すためなのかな。そうかもしれないわね。この世界の地下にはまだ多くの秘密が隠されているから。やっと来た。もう間に合わないんじゃないかと思ったよ。あれ、美月さんの隣にいる人、なんだか見覚えがあるような。はじめまして、トパーズさん。私は姫子、請求列車のナビゲーターよ。ああ、思い出した。あの有名な姫子さんだ。私の同僚の何人かが君の大ファンなんだけど、夢の中でいいから話せたらなって言ってたんだよね。これからできるんじゃないかな。各星系での七しびたの名声を甘く見ちゃダメだよ。何しろ君たちが辿っているのはかの有名なアキビリの意志だからね。二人のコミュニケーションがうまくいってるみたいで、私も嬉しいわ。トパーズさん、さっきの挨拶から察するに、今の状況はよく分かっているんでしょ？まあね。期限が過ぎたのに、ブローニャさんはまだ契約書にサインしていない。その背後にどんな障害があったのかは、少し頭を働かせれば察しがつく。誤解しないで。私たちはカンパニーや取締役会を敵に回すつもりはないの。ただヤリーロ6という星に、私たちが大切にしている友人やその友人の友人たちが住んでいるだけ。彼らが不平等な契約書にサインするのを何も言わずにただ見ているだけなんて、七死人のやり方じゃない。ねえ姫子、トパーズと交渉するんじゃなかったの？このまま話を続けたら。その心配は必要ないわ。彼女は10分前にもうどうするか決めているから。さすが列車組のトップ、すごい洞察力。その通り。誰が正しいとか誰が間違っているかなんて、大抵の場合立場の違いで決まるものじゃない。仕事を前に進め、滞らせないようにする方法は一つだけ。どうしたの？上から返事が来た。申請が承認されたって。もちろん違うよ。そんなに知りたいなら教えてあげる。請求列車の乗員に特別攻撃を行う許可が今降りたの。職務を円滑に進める秘訣は、常に不利な局面を覆す準備をしておくこと。行って、カズ。私のプロジェクトに失敗なんて許さない。
大丈夫、問題はない。もうじゃ再臨、支障ない。どんな隙も見逃さない。我に力を。くだらない。月光を剣とす。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。この月下で全てを照らさん。我に力を。死ぬがいい。天使を授けん。償いたまえ。いい度胸だね。逃げられぬぞ。我に力を。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。この月下で全てを照らさん。槍先に火を。炎のエリオ断ち切れ。代価を払ってもらう。我に力を。死ぬがいい。次は私の番。待って、みんなやめて。みんなどうか武器を下ろして。プローニャ来てくれたんだ。あと少しでも遅かったら収拾がつかなくなるところだった。大守護者様、列車の鍵に隠れて結果を待つんじゃないかと思ってたけど、それじゃあ君らしくないか。もちろん、ここに来るのが遅れたのは処理しなければならない大事なことがあったから。この件よりも大事なこと？ええ、その重要性は一目で分かってもらえると思う。だからあなたに私たちの今の成果を評価してほしいの。私に？面白い。てっきり私の仕事を妨害する決心がついたのかと思ったのに。トパーズさん、あなたの手紙は読ませてもらった。あなたの子供時代の境遇には深く同情する。あなたの故郷がヤリーロシックスと似たような災難を経験したからこそ、私はあなたが問題を見る時の視点とその立場を理解できる。だから私は今でも一縷の希望を抱いているの。どれだけ愛わしいことがあっても、私たちは平和的な方法で合意することができると。認めざるを得ないか。君とのコミュニケーションは実に心地いい。さっきは失礼な態度をとってしまってごめんなさい。そこまで言われたからにはついていくしかないね。でも先に言っておくけど、上の決断を変えるのはそう簡単なことじゃないの。分かってる。だから私は一歩ずつゆっくり、まずはあなたの考えから変えてみたいの。列車のみんなも一緒に来てほしい。
ずいぶん荒れてるね、このエリア。気迫を示せ。前にも来たことがあるの？ええ、私たちはここで全てを終わらせた。そして全てを再開した。その通り。帰る。お待たせ。もう渡ってもいい？は、前方の道を通しました。大守護者様、安心して皆さんと北へ向かっていただけます。よかった。みんな、この先の山道は少し険しくなっているから、足元に気をつけて出発しましょう。ここ、来たことない場所だ。ええ、私たちも少し前に発見したばかりのエリアなの。このまま進みましょう。あなたたちに見せたいものはこの先にある。ベロブログの人々はまだ諦めていない。そんな彼らのためにチャンスが欲しいだけなの。あそこにあるボロボロの大きいものは覚えてる？そう、あなた記憶力がいいんだ。トパーズさん、あなたがこれまでにたくさんの調査作業を行ってきたことは分かってる。だから聞きたい。それらの調査資料の中に造物エンジンに関する記録はあった？いや、一つもなかった。だから不思議に思ってるの。こんなに大規模なプロジェクトがあったのに、戦略投資部の調査報告書に載ってないなんて。その理由はおそらく、造物エンジンは外部の技術を使わずにベロブルグの人たちの手によって作られたものだからだと思う。このプロジェクトの指導者は初代大守護者であるアリサランド様。戦士たちが前線で血を浴びている時、エンジニアたちは後方で夜を徹して設計と構築に励んでいた。つまり造物エンジンはベロブルグの人たちが自ら開発した戦争兵器ってこと？ええ、でも完全にそうだとは言えない。確かに造物エンジンは製造当初に戦場に投入され、レギオンとの戦いで大きな戦果を上げた。でもアリサランドには誰よりも先見の明があった。長い間この機械のコードネームは地質改造工事ユニットだったの。あれに与えられた真の使命は、この世界を侵害しようとする全ての敵を排除した後、ベロブルグの再建を手伝い、この世界を前世紀の姿に戻すこと。長期的発展の理念が時を超えて命を超えた。アリサランド、本当に偉大な人だね。でも私の目の前にいるランドさんもそれに負けてないか。そう思ってくれてありがとう。でも私は何もしていない。ただベロブルグの人々を集め、やっと手に入れた自由が再び大きな脅威にさらされていることを伝えただけ。この自由を損害するには行動するしかない。そして私たちを疑う目に証明しなければならない。私たちには自分の運命を掌握する力も意志もあるんだって。そしてあなたが目にしたのが動員の結果。ベロブルグの子供たちは自分たちの手で家を損護すると決めた。
こんなに派手なサプライズはさすがに予想してなかったな。君たちに機会をあげる。君たちの境遇と子供の頃の自分の経験を混同したのは大きな間違いだった。私の故郷には意志の強い指導者が現れなくて、みんな早々に自分を救うことを諦めてた。それなのに君たちの文明は700年もの間風雪の中で耐え続けてきたなんて、本当に感心したよ。それって前の決断を撤回するってこと？少し時間はかかるけど、あの借金は必ず返済する。だから残念だけど、ヤリーロ6の併合はカンパニーの上層部が決定したこと。私がいくらそれを覆したいと思っても上の人を説得するのは難しいの。ただトパーズさん、私は請求列車を代表して全ての七死人の名誉をかけて、この世界は必ず債務を履行すると保証するわ。よかった、それならうまくいくと思う。次の報告とその後の責任追及は私が引き受けるとするか。けど平和的に解決できてよかった。そういえばみんなが修理してるのって前にうちらと戦った巨大ロボット？あの時はあんたがあれの制御権を奪ってカカリアとの戦いで大活躍したんだよね。そうだ、忘れるところだった。うちらお祭り気分を味わいに来ただけだったのに。城内のみんなが工事を手伝ってるからお祭りは無理っぽい。でも前向きに考えればトパーズみたいなカンパニーの管理層と知り合えたんだし、無駄足じゃなかったよね。美月ちゃんが大守護者の子を褒めてるのを聞いてたけど、実際に彼女の行動力と手腕を見たらやっぱり驚いたわ。あとはヤリーロ6のプロジェクトを担当したのがトパーズさんだったことに感謝しないとね。戦略投資部の他の人だったら事の成り行きはさらに予測できないものになっていたはずだから。そう思えるのはあんたが戦略投資部のことをよく知らないからよ。この話の続きは列車に戻ってからにしましょう。あんたと美月ちゃんはまた不思議な旅を経験した。まずは全ての雑事を忘れてぐっすり眠った方がいいわ。トパーズさん、さっき言ってた責任追及って？心配しないで、私に解決できないことはないから。職級なんて重要じゃない。問題を解決するために最善の方法を見つけることが道理なの。そのくらい構わないよ。もうお金のために働く段階はとっくに過ぎてるから。あなたもお疲れ様。まさかまたあなたたちを危機に巻き込むことになるなんて。列車とカンパニーの関係も壊してしまうところだった。関係が壊れる？いやいや、そこまでいかないって。それにそのあたりの責任は私にある。元はといえば
私が部下の管理をおろそかにしてたせいだからね。17時？ああ、彼のことか。彼は極端な例だよ。普通の入社プロセスはそんなに長くかからない。あなたたちとこうやってのんびり話ができてとても嬉しい。そうだ、ここまで頑張ってくれたお礼にゲーテホテルに部屋を用意したの。どうかベロブルグでゆっくり休んでいって。トパーズさん、もし心地よく休める場所が必要なら。ううん、迷惑はかけないでおく。今から戻って報告しないといけないしね。君たちと知り合えて本当によかった。また一緒に仕事ができることを祈ってる。もちろん今度は違う形でね。私はトパーズさんと今後についての話があるから、あなたたちは先にゲーテホテルに行って休んでいて。ごめんなさい、お祭りの雰囲気を味わわせてあげられなくて。次は何があっても絶対に埋め合わせするから、約束する。そういえば姫子はどうしてここの状況を知ってたの？乗員のステータスに常に注意を払うこともナビゲーターの責務だからよ。ナノ、ずっと太陽の日を楽しみにしてたのに今回は体験できなさそう。まさかまた事件に巻き込まれることになるなんて。眠い、そろそろ休もう。以上、トパーズ、部門から下される君への処分は以下の通り。職級の降格、 P45 から P44 への引き下げ、それに伴う基本給与の調整、また君が今期参加した全ての奨励プロジェクト、ストックオプションおよび業績賞与を取り消すものとする。今回の事故についてはダイヤモンドに追加で報告書を提出するように。この処分に異議がある場合、書面での申し立てを行うことができるが。異議はありません。いいだろう。では、他に何か発言したい人は？特に意見がないのであれば、これで会議を終了とする。いや、運がいいね。これだけのプロジェクトをパーにして、たかが一級の降格なんて。やっぱり君は上の老体人たちに好かれてるみたいだ。おっと、もう全員会議から出たよね。じゃあこのクソみたいなエフェクターを閉じよう。アベンチュリン、まだいたの？ひどいな、僕がいたら悪いのかい？そう嫌がらなくてもいいじゃないか。僕は君の上司じゃないんだから。あ、いや、今なら上司になるのかな。あごめんごめん、まだ慣れてなくてね。何かよ、率直に言ってくれると助かるんだけど。大したことじゃない。ただ君が心配なだけさ。だから忠告しただろう、
ヤリイロ6の案件はトゲがあって甘い汁が少ない、関わる必要はないって。僕たちみたいな仕事をするには心が優しすぎるとダメだよ。道が狭くなる。それだけ？他に用がないなら切る。ああちょっと待った、おしゃべりする気分じゃないってことか。わかった、それなら君が興味を持ちそうな話題に変えよう。君がヤリイロ6で友達ごっこをしていた時、ダイヤモンドは資材物流部のお偉いさんの問題を解決したんだ。今日の円卓会議を欠席したのもそれが理由。タラファン？そう、その名高いタラファン、七人取締役会の一人。彼の一票は僕たちにかけられる。わかるかい？市場開拓部じゃなくて僕たちにかけられるんだ。これでオスワルドももう笑えないだろうね。でもトパーズ、ダイヤモンドは僕と君の恩人でもある。こんな大事な日に君が騒ぎを起こしたなんて、戦略投資部はどう説明すればいい？分かってくれたところで本題に入ろう。僕は今ピアポイントにいる。部門全体に関わる大きなビジネスがあって、頼れるプロジェクト管理者が必要なんだ。そう、マイフレンド、ぜひ君に頼みたい。驚いた。一体どの案件で協力を学んだの？そんなのピノコニーに決まってるだろ。それそれ、その反応が見たかったんだ。ダイヤモンドは君を選んだの？てっきりオパールとかオブシディアンとか、少なくともあの案件にはP46 以上の人が必要だと思ってたのに。さあね、ファミリーの連中は頭がおかしいから、彼らと商売するのは無理だろう。でもカンパニーの手段は取引だけじゃない。こういう時こそ僕のような人材の出番というわけさ。どうだい、この千載一遇のチャンス、よく考えてみてくれ。もしかしたらこれまでのミスの埋め合わせができるかもしれない。後で返事する。散々だった。私の判断が間違ってないといいんだけど。それにしても綺麗な雪だな。
リスナーの皆様、こんばんは。これは手紙。ああ、君、今回が初めての乗車なのにどうして私を案内してくれないの？ちょっと七死人のおもてなしにそぐわないんじゃない？やっぱり見抜かれちゃったか。でも私たちは顔見知りだし、お互いに遠慮する必要はないよね。請求列車に乗ったカンパニーの社員は多分私が初めてじゃない。開拓のアキビリが生きていた頃はカンパニーと七死人が協力することも多かったんだって。それから取締役会が大金を注ぎ込んで列車を貸し切りにしてカンパニーの事業の一環にしようとしたけど、全ての提案が拒否されたって話も聞いたことがあるよ。ここだけの話、拒否したのは英断だと思う。この宇宙にとって資本は欠かせないものだけど、もし世界中のありとあらゆる物事が資本に支配されたら、この話は少しもロマンチックじゃなくなっちゃう。君もそう思わない？ところで、乗車するのに何か手続きって必要？契約書にサインする？保証金を払う必要はある？保証書くらいはあるよね。全部必要ないの？はあ、面白い。純粋な個人の信用に基づく協力関係がこんなにうまくいくなんて、すごいよ。